小高割元貝は、明治時代の軍人、政治家、郷土氏や、豪は、アズエン、後に、広須、旧広島藩士、維新後陸軍に出資して、徴兵事務に携わり、大尉まで進むも、薩長による反発に反発して、立憲改進党に入党し、自由民権運動に携わった。帝国議会開設後、たびたび衆議院議員総選挙に出馬する目線し、一期、 勤めたのみで引退、晩年は、芸美協会での育英事業に専念し、また、広島の反省時代等についての辞責を書き残した。校下3年3月8日、秋国広島城下白島区県庁に、広島藩市、山下平八郎の逸尾として生まれた。安政2年3月15日、東島妖怪に、書道9月23日、上田健山に、論語、 安政3年11月3日、平木淳次郎に、関石。安政6年2月8日、石井翼山に、書道3月、関留之助に剣術を学んだ。万円元年広島藩抗学問書で馬縁助案、山田重地区に関石を学んだ。慶応元年藩抗学問職当主となった。藩主浅野長君が、学問書に、国学者、野口高正を招き、 小事期講義を行った際、その筆記を命じられた。慶応3年9月、湯川寛一と共に、ふっつ森寺に、同あだたを結成し、学問所副部業、塚本小八郎を隊長に迎えた。慶応3年10月15日反死後へのため、状況を命じられ、京都では、兵部教、山品宮明親王の下で、兵部省県判事を務め、 明治元年2月堺事件の事後処理に随行し、フランス軍艦に乗船するなどし、明治元年4月17日帰範した。明治4年学問所除去となり、明治4年冬、山田実地区が、広島最初の新聞、日中雑記を発刊すると、木原省六6等とこれを助け、明治5年12月10日、広島県新聞局に就職した。 陸軍退位時明治六年二月二十五日陸軍不評少尉として東京賃貸出資を命じられ四月十一日上京し長兵事務に携わった第五師団長の津道ちの信任を得て明治八年八月十日中尉明治十二年三月二十八日退位に上ったしかし薩長判末による旧広島藩士の礼遇に不満を募らせ 明治14年、明治14年の政変に、眼下されて、藤田隆行、野村文夫、米田正、小綾都市等とゲアを決意し、12月22日退役、麹町区早草町の住居を売却し、借家生活に入った。明治13年8月23日、広島県出身者9名で、競芸者を創立し、資金を出し合って、県出身の学生に、 奨学金を対応した。後に、協議東社となり、幹事、文書及び会計がかり、専務理事を歴任した。明治15年1月23日、藤田隆行、米田忠氏とともに帰京し、4月16日、立憲改新党に入党、実際事務及び会計、常駐委員、事務員等を担当しながら、東京と広島を頻繁に往復し、演説活動を行った。 明治20年2月、新聞で、山陽鉄道による神戸馬館間,間の付設計画を知り、状況中の広島県知事、千田佐田秋に対し、広島県区間は、広島県の人間で付設することを主張、事業を嘱託されて、芸美鉄道の設立を計画したが、最終的に、沿線各県から発起人を出し、山陽鉄道の株を分け持つこととなった。明治21年、県が、 事業中のうじな子を埋め立て地について、財政難のため他県の民間人へ売却する話を聞き、知事に広島区への売却を提案し、採用された。明治25年春、第2回衆議院議員総選挙における政府の選挙干渉の影響で、集会及び正社法違反として、取り調べを受けたが、証拠不十分で免訴となった。明治25年広島県、 第2区選出の衆議院議員、八田金次老辞職に伴い、補欠選挙に出馬するも12月13日落選。明治27年3月3日、第3回衆議院議員総選挙にも落選したが、9月1日、第4回衆議院議員総選挙臨時総選挙に、当選した。なお、続いて開かれた第7回帝国議会は、日清戦争のため、広島臨時仮議事堂で行われた。 明治30年11月8日、水産調査会臨時委員。明治30年12月25日の衆議院、解散後、第5回衆議院議員総選挙に落選し、政界委員会を決意した。明治31年10月22日から明治32年10月まで、日本赤十字社東京支部主事を務めた。明治十三年三月十八日から五月一日まで、 純筆料を求めて、長野県南作郡を旅したが、出費がかさみ、赤字となった。明治34年2月から明治41年7月まで、東京専門学校の大学認定のための基金、募集委員を務めた。明治36年4月、競芸者の更新芸備協会において、専務理事、大正9年6月20日理事長となり、大正10年4月辞職し、 名誉理事に就任した。大正11年3月9日、柏海理事。大正11年6月30日、浅野長君に、辞席編さを食卓され、昭和6年、羊猿山八88年辞席を完工した。昭和7年5月、借屋生活を終えて、上北沢に新居を構えたが、昭和8年8月上旬病気にかかり、 昭和9年1月18日死去した。幼少時、体格が劣っていたために、戦争国庫では常に泣かされる立場だったが、記憶力に優れていたため、反省を真似る、御用事という遊びでは、藩の官職の知識を活かして活躍した。陸軍時代、日粗内定用を丸暗記して、徴兵事務に臨んだため、日粗内定用と、あだなされた。軍人時代にいに上されたが、 その後間では不遇の道をたどったため、無意味感にこだわるようになり、親友、佐藤忠氏が元外の乱受報奨事情を政府に働きかけようとし、これを断ったところを喧嘩となった。将棋、以後をたしなみ、小野五兵名人より二段の公約を得るも、免状を受け取ることはなかった。昭和七年番春、上野院小邸で、手島マスに、宮松関蔵老七段との対局を促され、 一枚、半落ちで勝利し、関根金次郎名人より、初段の免状を送られたが、これを返上した。小高張元貝と母、妻、孫娘元貝は、広島藩士、山下平八郎後期と、同藩士、平田千太郎氏の女優子との間に、伊尾三女の伊豆として生まれたが、長兄亀太郎、四男兵之助は溶接し、藩には三男として届け出た。 自敬豊穂が山下家を継ぎ、三男伊三郎は二十歳で死去した。文久二年七月六日、高間権兵衛の婿養子となったが、庭の手入れ、等を強制される等のことで、たびたび衝突し、養母に仲裁されていたところ、その養母が休止したため、慶応元年八月十七日離縁した。ついで、明治二年五月二十四日、小高狩りすけ進む小作の養子となり、 10月2日、一人娘、清と結婚した。清は、慶應7年3月2日、広島松原に、小作の次女として生まれ、陽明理科、東京移住後に、真の字を当て、清子と称した。明治6年3月20日小作より家督を譲られた。妻、清子は、子宮禁止や雑骨神経痛に悩まされながら、外国人に系統を学び、家の困窮時には、内職をして、 家計を支えた。晩年動脈硬化症、医宿人を患い、昭和2年3月10日死去した。明治3年12月4日、長女通が生まれるも、明治5年6月10日病没したため、実刑、山下豊保の男女2子を養子に迎えた。ABCD 原発太郎、小高刈先生を、奥府、ハット ABCDEFGHIJKLM。 小高カガリモト略伝。小高カガリモトハット ABCDEFGHIJKLM。NOPQRSTUV。小高カガリモトガ譜。小高カガリモトガヨー。サナダつルマツ。コタカガ沖縄こと。小高カガリモトハット ABCDEF 村井次郎基地。開会の字、小高カガリモト付録 AB。芸備協会略士。ハット ABCDEFG。 売月家、市川義夫、正直なる小高刈先生、小高刈元外王、ハット ABC 小高刈元外小高刈沖縄べ寿受祝賀会演説、小高刈元外王、付録、村井次郎吉、小高刈先生を忍びて、小高刈元外王、ハット AB 玉国光太郎、小高刈先生のことども、小高刈元外王、小高刈平吉、父を語る、小高刈元外王、 ハット AB 山下豊穂、山下梅鶴先生略伝、広瀬雨や虫干しボシ州ハット AB 山下常を、小高がり家を語る、小高がり元がよう。ありがとうございます。